ちょっと待ってください、ミナイさん。一体どうしたんです、ミナイさんってば。どいて。ミナイさん。なんですか、ミナイ次長。ここは捜査二課が担当ですよ。今さら来ても、うちが仕切ってるんですからね。捜査の邪魔をするなら、どけ！あ！ミナイさん！ユメさん、どうしたんだ。ここはあんたの担当じゃないだろう。すみません、早見さん。すぐ出て行きますので。おい。姫さん。ありがとうございました、ミナイさん。ミナイさん、知り合いなんですか？少し前に会って話をしたわ。可愛い子だったのよ。とっても。だったらあんまり見ない方がいいぞ、姫さん。通報から駆けつけた時にはもうこんな状態だった。
運転手は現場で唖然となっていたよ。業務上過失致死の現行犯でついさっき県警に連行した。取り調べは今のところ交通課ではなく本部捜査一課で行われる予定だ。捜査一課で？証言通りブレーキの跡は確かにあった。今も現場検証中だが、少なくとも人が地面にいると分かった上で故意に引いたとは考えにくい。しかも飛び出してきたのならともかく、わざわざ街灯が見えにくい場所を選んで横たわって、いや置かれていた車道に好き好んで寝転がる奴などいないことを考えても、事件性が極めて高いと思われる。それで一家がわざわざ？被害者は女子学生だ。おそらくマスコミが食いつく。報道対応のことも考慮して本部で対応した方がいいというのが堂島課長の判断だ。この遺体もすぐに司法解剖に回すことになっている。そうですか。それよりも姫さん、ここは早く引き上げた方がいい。今ここには二課の。なんだね君たちは。ここは捜査二課の担当ですよ、見ない次長。見るに大変ありさまだな。生前の面影跡形もなしか。後で写真をお渡しします。その辺で。どうだね事件性は。遺体の司法解剖が済んだ後で正式に報告します。鑑識の見解では被害者は溺死する直前まで生きていたと思われますので、一課主導で事件捜査を行う予定です。マスコミが喜んで飛びついてきそうな事件だな。自殺なら受験勉強の疲れ、失恋からの絶望、殺人なら怨恨暴行といったところか。後始末をするこちらの身にもなってもらいたいものだ。とりあえず捜査一課が出張ってくるのなら我々の出る幕はないな。あとは地域課に任せて、我々は引き上げてもいいかね。どうぞ、お疲れ様です。そんなわけだから見ない次長、君たちも引き上げたまえ。手柄を横取りするつもりだったかもしれんが、当てが外れたな。早見さん、後で検視結果を聞かせてください。それと念のために運転手の聴取内容もお伺いできますでしょうか。ああ、わかった。それとこの周辺の遺留物もできれば。ああ、それは私たちを通して県警に依頼してもらいたいものですね。この山は二課の担当なんですから、規則を遵守していただかなくては困ります。この件の情報提供については明日署長の決裁を得た上で依頼をさせていただきます。お手数ですが、ご対応よろしくお願いします。なるほど、虎の威を狩るですか。そこまで手柄を立てたいんですかね。さすが署長に妹を差し出して関心を買っただけのことはありますな。使えるものは親でも使う。いやいや、
幹部候補生ともなれば考え方が違う。だと。妹は玉の輿に乗せて、自分もまたその恩恵に預かる。遠望神慮というか、なかなかできることじゃありません。まあもっとも、そうでもしなければ、女性の立場でそれだけの地位を得ることは難しいものですからな。はい。うるせえって言ってんだよ。言ってて恥ずかしくないのか、ゲス野郎が。自分の能力棚に上げて喧嘩売るってんならいつでも買ってやんぞ。ダメです、ミナイさん。見ない次長、口を慎みたまえ。年上に対してその発言は聞き捨てならんぞ。じゃあ今の小島補佐の発言は何だって言うんですか。明らかに見ないさんへの侮辱です。訂正してください。そういう見方もあるということだ。まあ、それにしても君もとんだ猫かぶりだな。妹が妹なら姉も姉、素性と血は争えんということか。もう一度、もう一度言ってみろ。え、言っていいことの区別もつかねえのか、このクソジジイ。待ってください、ミナイさん。やめてください、頼みますから。話せ、藤田。こいつは、こいつは。で、一週間の謹慎ですか。ほんとつくづく。バカじゃないの？嘘い。しっかしまあ、よくも謹慎で済んだものよね。大衆の前で飯したとはいえ、年上の刑事をグーパンチで一撃なんかして、下手すりゃ定職者よ。グーじゃない、パーよ。大して変わんないわよ、結局殴ってんだから。警察は軍隊じゃないんだからね。わかってるの、お姉ちゃん。え、ちゃんと謝っての、岡部課長に。うん、嫌味の一つでも言われるかと思ったけど、以後気をつけろって言われただけ。なんか企んでるのかな。単に怖かったんでしょ。下手なこと言ってもう一度怒らせたら、今度こそバイオレンス劇場の始まりだって。失礼ね。そこまで理性飛んでないわよ。はい、説得力全くありませんので。ふん。
あれ？食べさせてくれないの？あんたの肩の両側にある2本のそれは何だ？私重病人だしさ。そんな元気な重病人、見たことも聞いたことも食べたこともないっての。いらないなら私が全部食べるわよ。どっちみち半分は食べるくせに。ジューシーな歯ごたえがとっても美味しい。これ病院前のスーパーのやつ。駅前百貨店の地下売り場よ。高かったんだからよく味わって食べなさい。へいへい、オンに行きます。もう大丈夫なの？うん、ごめんね。最近はガスコンロの火も平気だったからちょっと油断しちゃった。こんなに来たの久々だし、自分でもびっくりした。お姉ちゃんにはずっと迷惑かけっぱなしだね。自分でも早く治そうとは思ってるんだけどさ。それはいいっこなし。焦ってもプラスには働かないってお医者さんも言ってたでしょ。それに私はそのことで迷惑だなんて一度も思ったことないわよ。けどさ、このままじゃやっぱり周りの人にも嫌な思いさせちゃうし、お姉ちゃんは事情分かってくれるから安心だけどさ、カオルさんはどうなんだろう。どうなんだろうって話してないの？檻を見て話すつもりだったんだけど、今日までつい。はぁ、まったく。前に付き合ってた彼氏とはこれが全ての原因ってわけじゃないけど、やっぱりうまくいかなかったんだよね。見慣れない人にはちょっと引いちゃう感じらしくてさ、飲食店のバイトも厨房の火のせいであんまり長く続かなかった。ライターとかならなんとか平気なんだけどね。窓か。ここに入院したのだって表向きは頭打ったってことにしてるし、今更言ったらなんて反応するかな。ひどいことを言う人じゃないことは分かってるんだけど。大丈夫よ、あの人ならちゃんと受け止めてくれるって。そうかな。そうよ。他人のそういうところを面倒に思う人だったらこれまでだって父さんのことで協力してくれたりしないって。だからちゃんと相談してこれからのことを話し合いなさい。私が健在なら全然 OK だけど、いつまでもそうとは限らないでしょ。なんだそりゃ、不吉なこと言わないでよ。でもひょっとしたら万が一、いや奥が一にもあの野郎と結婚生活でも送ることを考えたらさっさとバラした方が気が楽よ。あんただってそれくらいのことは分かってんでしょ。話したらスッキリしちゃった。やっぱ持つべきものは物分かりのいいお姉様だね。調子のいいこと言ってんじゃない。それに交際は認めても結婚なんてよっぽど頑張らないとうなずいてなんかやんないからね。うわ、まだ言ってますよこの人は。
誰？あ、いや、その…何の用なの？すみません、間違えました。え？何あれ？多分ただの部屋間違いでしょ。カオルさんも一度ミスりかけたし。え？そういえば、それにしても入院患者が迷うってのはよっぽどなのね。こんなことなら部屋に鍵でもないと不安よ。大丈夫だって。さっきの患者さんなんか眠たそうだったからうっかりしてただけだよ。お姉ちゃん？の見ないと申しますが、一課長の本庄さんをお願いします。さて、おお、マカオへ爆発ですか。いいっすな。え？あなたは？お久しぶりです。茨城県警捜査一課の本庄です。搭乗手続きまだ混んでるみてえだべ。それまでちっと
お話聞いてもらえませんか。何でしょうか。いやー、大したことじゃねえんだべ。あなたにずっと確かめておきたかったことがあったんですが、今の今まで忘れててや。何をですか。いや、前にお伺いした話の繰り返しです。あなた、沢村康平君の発見の時、最初に警察に連絡して、それから担当医の先生を呼び出したでしたっけ。ええ、そうですが。味がいなかった。だから、そうです。大体、それが何か。いやね、なんだかおかしくねえすか。なんで8階から見下ろしただけで沢村君が転落したって分かったんです。は？そんなの当然じゃないですか。窓が開いてて、さっきまで病室にいた人が外の地面に横たわっていたら、普通そう考えるのが自然でしょ。ねえ、確かにその通り。でもね、ちょっと腑に落ちないんですよ。だったらなんで彼を助けることを第一に考えなかったのかってね。え？8階からの転落、常識で考えれば即死してもおかしくねえ高さだ。ですがね、普通の医療現場の人ならたとえ 1% でも助かる可能性に欠けるはずです。どうとしたら、最初に連絡を取るのは救急で、警察に連絡するのは死亡が確認されてから、担当医なんて一番後です。違いますか。それは、あの時は私も動転していて、それから沢村君の部屋が密室で鍵がかかってたって話ですが、確かにあなたの言う通り、防犯カメラには最後にあなたが彼の部屋を訪れてからずっと誰も彼の部屋さ入ってなかった。だから彼が鍵をかけて部屋から誤って落っこちたが自殺したって話になってっぺ。しかしね、あそこの鍵はかけてから閉めるようになってます。ってことは、密室殺人の条件は崩れるんです。部屋を出てった犯人が鍵を閉めることができるってことですから。つまり逆に言えばこうです。誰かに自殺を装って殺されたのだとしたら、一番怪しいのは最後に彼と会ったあなた。何ですかそれは。それじゃ、私が彼を窓から突き落としたとでも言うんですか。無茶を言わないでください。彼と私じゃ体格差がまるで違うんですよ。どうやって自分以上の背格好の人を窓まで連れて雨粒さえ落とすことができるって言うんですか。逆に抵抗されて私が落とされるだけです。まあ普通に考えればそうです。ただこうも考えられなかった。彼が自ら窓に近づいて窓の縁のところに上がったと、そうすればあなたは軽く突き飛ばすだけで彼は転落する。それこそ意味がわかりません。なぜ彼がそんな危険な真似を自分からするんですか。そりゃ簡単です。危険だとは思わなかったからだべ。沢村君は発見前、検温を済ませて眠ってたって言ってましたっぺ。そんで第一発見者の尾崎渚さんが見舞いさ来るまでの間に警報器の誤作動があった。すぐに看護師さんたちが各部屋に回って患者さんたちに説明していたそうですが、あなたは沢村君には違うこと言った。例えば、火事を逃げなさいと。そしてあなたは窓の方を指さす。
それを聞いた沢村くんは寝起きで意識が混濁していたために自分の部屋が1階だと勘違いした。もともと彼の部屋は8階に移る1週間前までは1階でしたからね。しかも以前に窓から逃げたことがあるためさ、外さ出るさは廊下よりも窓の方が早いと思い込んだ。そんでアッパトッパしながら窓に近づいて縁に足をかけたところでようやくここが8階であったことに気づく。そんで落っこちめえと両手でサッシを掴んだが、その後ろからあなたが突き飛ばし支えきれずさ、そのまま落下した。証拠はあるのですか？これわかりますか？サッシについた沢村君の爪の跡です。普通高層階から飛び降りようと考えるときは左右か下のみに指紋と爪跡がつくもの。ところが彼の場合右と下に爪跡がある。しかも右には抵抗した際に爪を剥がしたのが血痕も発見された。そんなので探偵なんて。あとね、彼の爪の間に彼以外の血液型の皮膚片がありましてね、その血液型は RH- の A 型。そしてあなたも確か。その手袋を取ってもらえませんか？あなたの手のどちらかに沢村くんと争った時にできた傷跡があるはずです。県警までご同行願います。こいつ先に今度は被疑者確保、取り押さえろ。両手を自由にさせるな。救急隊に連絡、蘇生器具とレスキューキット持ってこさせろ。自殺？それで被疑者はどうなりました？申し訳ねえ、応急で救命措置を施して病院に運び込んだがダメだった。Thank you.
平沼陽子が何かの薬物を服用していたという話はあったのですか？いや、少なくとも現時点ではね。勤務態度も普通で、同僚や知人、おらげ近隣の住人の誰に聞いても信じられないみたいな。まりだ、意図的にかばってるようには見えねえな。なのに、なんでそんな最後を。わからん。いや、本当にわかんねえんだ。平沼陽子がなぜ沢村康平を殺したって、どっちもわかんねえ。それに、巴ちゃんが言っていた、尾崎渚の殺人事件に彼女が関与していたが、全部闇の中だ。家宅捜索を行っても、それらしき証拠物件は何にもなかった。完全に八方塞がりだべ。本庄さん。私の方でもいくつか探ってみます。また何かありましたら連絡をいただけますか？巴ちゃん。はい。これはオーラの勘だが、この事件の裏、お前さんが思う以上に深いぞ。分かってます。安易に言うな。それが分かってねえって言うんだ。男子学生が殺され、その犯人が自殺、それだけならただの凶楽殺人か猟奇殺人だ。だけど、今までそんな思考も異常も見られなかった人間が突然表現して人を襲い、そんで自分もぶっ壊す、そっただ事件、今まで存在していたか？いえ、欧米の事件記録にもそんな事例はありません。気ぃつけろよ、巴ちゃん。これはお前さん一人が片手までなんとかなるような代物じゃねえ。その辺をよく考えてな。はい、肝に銘じます。一人で片手間ではか。そうだ、やっぱりあの子は。はい、もしもし。見ない次長、山沖所長がお呼びです。所長室へお越しください。所長が？